サスペリア、サスペリア、サスペリアは、1977年製作の、イタリアのホラー映画、ダリオ・アルジェント監督。ゴブリンが奏でる、恐怖の音楽が、音響立体移動装置、サーカムサウンドシステムにより増幅され一世を、風靡した、魔女三部作の一作目とされる。2018年に、リメイクされた、トマス・ド・クインシーの小説、 深き淵よりの短足をモチーフに、ダリオ・アルジェントとダリア・ニコロディが脚本化した。主人公を演じたのは、ジェシカ・ハーパー。1977年公開。ドイツのバレエ名門校に入学した、若い娘を襲う恐怖を描き、大ヒットした。本作では、謎のままだった魔女の正体は、次回作の、インフェルノや、サスペリア・テルザ・最後の魔女にて、 エレナ・マルコスが三姉妹の魔女の一人である、ため息の母であることが明かされた。それによって、インフェルノに暗黒の母が登場し、サスペリア・テルザ最後の魔女に涙の母とそれぞれ作品別に登場している。なお、インフェルノやテルザ最後の魔女では、多少三人の魔女の母の名が異なっている。バレリーナ死亡の数ーは、ドイツにあるバレエの名門校に入学するために、 ニューヨークからやってきた。空港でようやく拾うことができたタクシーに乗って、スージーは学校に向かう。激しい雨の中到着したバレエ学院は赤い館。そしてその建物の玄関では、若い生徒であるパッドが何者かに追われているかのように、怯え、何か叫んでいた。秘密のドア、アイリス、青いの。恐怖に顔を引きつらせたパッドは、 雷鳴の中をずぶ濡れになって走っていった。この奇妙な光景を見たスージーは、すぐに玄関に走り寄って、ドアを開けるように頼んだが、インターホンからはなぜか冷たい拒絶の言葉が返ってくる、だけであった。途方に暮れたスージーは仕方なく出直すことにした。友人のアパートにたどり着いたパッドの身に、奇怪なことが起こった。部屋に入った時、 この世のものとは思えないうめき声を耳にしたパッドは、その直後、窓の外の闇の中から、突然現れた煙ムクジャの腕に締め付けられ、何度も何度も、胸や腹をナイフで突き刺されてしまう。そのパッドの悲鳴を聞きつけて駆けつけた友人も、不運な斬死の道連れとなって鮮血に染まった。翌日再び学校を訪れたスージーは、ようやく入学することができた。そこには、 海外旅行中という女理事長代理のマダム・ブランク、厳格な主任教師のタナー女子、盲導犬に惹かれる盲目のピアニストのダニエル、ルーマニア人のゲナン、パブロ、マダムの多いで九歳になるアルバート少年等がいた。レッスン中、突然体が不調となったスージーは、途中で床に倒れ込んだ。行為の診察を受けたスージーは、増血のためとして、葡萄酒を食事に加えられる。 このブドウ酒を飲むと、スージーはいつも、なぜか、眠くなり、眠ってしまう。スージーはさらっと仲良しになり、学院の様子をこと細かく知るようになった。その夜、寄宿舎の天井から白いウジ虫が落ちてくるという、事件が起こった。学院は、パニック状態になったが、その事件の原因は屋根裏に保存してあったハムや、ソーセージに寄生したものと判明した。そこで、当分の間、 生徒たちは全員、バレエ練習用の大ホールにベッドを移して、寝起きすることになった。真夜中、ベッドに入っても眠れないスージーとサラは、大きな仕切り用のカーテンの向こうから漏れてくる不気味な、うめき声にひどく怯え、またそのうめき声の周辺からどこかへ立ち去っていく気な、足音を耳にした。サラは、あのうめき声の主が、海外旅行中の理事長ではないかとスージーに告げたが、翌朝、 それを、タナー女子に尋ねると、冷たい否定が返ってくるのだった。次の日、アルバートがダニエルの盲導犬に噛みつかれるという事件が起きた。タナーは、劣化のごとく、怒り、ダニエルを首にしてしまった。ダニエルは、私は、目が不自由でも耳は、良いんだ。こんな呪われたところ、出て行ってやると捨てゼリフを吐きながらその場を立ち去った。こうした事件の起こる中、スージーとサラは、 夜ごとタナーたちの靴音に好奇心をかきたてられた。なぜ教師たちの靴音が響き、突然それが消えてしまうのか。サラはその靴音を追って廊下に忍び出た。その夜、ビアホールからの帰り道のダニエルは自分の盲導犬に噛み殺された。次の夜、スージーの寝室に来たサラは最初に変死したパッドから死の直前に奇妙な話を聞かされ、 謎めいたメモを預けられたことを告げた。しかし、スージーは睡魔に襲われる。仕方がなく、自室に戻ったサラは恐怖心に襲われ、廊下に逃げ出した。何者かが追いかけてくる気配を感じ、屋根裏へ逃げ込むが、高い窓から工具室に点灯する。そこにあった、無数の細い針金が、サラの白い肌に絡みつく。まるで雲の巣にかかったかのように身動きができないサラの、 腹部を何者かの手がナイフで突き刺す。最後に喉をかき切られたサラは斬死する。翌朝、サラの姿が見えないことを不審に思うスージーにタナーは、サラが荷物をまとめて退学していったことを告げる。奇妙に思ったスージーは、サラの友人の精神科医フランクを訪ね、学院についての奇妙な出来事を相談した。フランクは、学院の歴史と魔女についての話をした。 より詳しいミリウス教授の話もその場で聞くことができた。その夜、誰もいない寄宿舎に戻ったスージーはついに意を決して、武道酒を捨て、秘密を暴こうとする。足音の数だけ廊下を歩くと、スージーは校長室にたどり着く。そこでスージーは、初めての夜の女学生の言葉を思い出す。アイリスが三つ、青いのを回すのよ。壁を見ると、 アイリスの飾りがあった。青いアイリスを回すと、秘密のドアが開く。奥の部屋では教師たちがスージーを呪う儀式をしている。この学院は魔女たちの館であり、バレエ教室はもともと魔女の儀式の踊りから派生したものだったのだ。姿を見られたスージーは、別の部屋に逃げ込む。そこには、長老のエレナ・マルコスが、カーテン越しのベッドにいた。スージーはカーテンを開けたが、 そこには誰もいなかった。エレナの嘲笑とともに、突然、サラの死体が動き出し、スージーに向かって襲いかかってきた。絶体絶命のピンチ、雷の光が、エレナ・マルコスの透明な体を光で浮かび上がらせた。スージーは全力を振り絞り、ガラス製の孔雀の置物の羽を取って、マルコスの喉を突き刺す。彼女の死とともに、館が崩れ始める。教師たちも阿鼻教官の様子だ。 やっとのことで、館の外に逃げ出したスージー。激しい雨の中、スージーは笑みを浮かべた。2016年、リメイクされ、2018年に公開された。監督は、ルカガダニーの出演は、ダコタ・ジョンソン、クロエ・グレース・モレッツ、ティルダ・スー・イントンらで、オリジナル版の主演女優であるジェシカ・ハーパーも、出演する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。